こんにちは。うぷ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。今回からは北関東を大回りで徘徊した様子をお届けいたします。久しぶり、というほどではありませんが、まんじゅう界のゴールデンコンビの様子をご覧ください。ゆっくりしていってね。マリサ君、行くよ。ゴールは目の前だよ、霊夢君。ここだ、ここで決めるんだ。シミミミと。勝利のトロフィーを手に入れたわね。大回りの最初から気分がいいのぜ。大東線や湘南新宿ラインが山手貨物線を通行していることを裏付けるかのように、金太郎様のお通りなので、さすがに高速で通過しないわね。感激なので。健全な一日は健全な一杯からよね。お前は健全の意味を辞書で調べ直してこい。小淵沢の高原野菜とカツの弁当のカツだけ売ってるのよね。カツはカツでもチキンカツなのぜ。アテンダントさんに入業してもらうと、頭上もちゃんとコンディショングリーン、意味がわからん。麦ジュースの後はやっぱり米ジュースよねー。酒のあては流行りに乗っかったデザインの味の押し寿司かい。掛け紙の裏はみんなで遊べるスゴロクになっているわ。正直どいつもこいつもうさんくさいぞ。押し寿司は味以外も色々入っていて華やかだな。埼玉県に入るとまずはリリアがお出迎え。いつの間にやら大宮に到着したな。今回のメインは東北本線じゃなさそうね。サムネ見やわかるのぜ。トロ駅を過ぎると大宮総合車両センターに線路が分岐していくわ。本社訓練センターでも見てみるか。ちゃんと着るのもいるわね。東武伊勢崎線との乗り換え駅付近に到着。日中は特急を除いてここで分断されてんな。こちらは東武日光線との乗り換え駅栗橋だな。東武線に入線するための連絡線が分岐していくわよ。東武直通の特急にも乗りたいが高いんだよな。うぷ主は定期券とメトロの料金支払って浅草に出た方が安いしね。新宿からなんて超便利なのにな。列車は利根川を渡ってほんの少しだけ茨城県に入るわね。さすが日本三大河川の一つだぜ。残りは信濃川と石狩川ね。しっかりとね、なのちゃん。唐突に炸裂したな。東北本線の異端児子が駅ね。そりゃまあここだけ茨城だけどな。大回りだけどどっちに行くのかな。一番最初に北関東ってパチュリーが言ってたじゃない。ってことはお次は羊毛線か。羊毛線のホームは少し離れてるのよねー。昔はこっちのホームにも駅そばあったんだよな。湘南色のこいつが関東で見れるのも高崎ぐらいなのよね。静岡のも消えるのかな。トイレの前だけ黒っぽくなってんだな。大抵すぐ埋まっちゃうんだけどね。ここなら撮影もしやすいな。
までの2時間の旅が幕を開けたわね。窓が汚いのは目をつぶるのぜ。しかし改めて羊毛線って字を見るとねえ。両方の毛。あらあら、マリちゃん何を想像してるのかな。そんな小学生のような煽りなんか。上付けの国と下付けの国を合わせたから羊毛でしょ。と、当然わかってない。最初の思い川でいきなり列車交換ね。そういやほぼ単線だったな。線なんだな。特急も停車数立派な仕様ね。こっちは一面二線だな。日光線とお別れね。今度はちゃんと日光観光したいので。失礼だけど沿線は意外と住宅地も多いのな。別に山の中走ってるわけじゃないし。おじいちゃんおばあちゃんたちがハッスル中ね。なんか言い方が引っかかるのぜ。マリサの頭の中がジョージお花畑だからじゃない。ジョージ再選のことしか考えてない頭よかましなのぜ。岩船だぞ。ここ岩船から次の佐野までは数少ない区線区間ね。停車するな。佐野線は伏線なのか。いいえ、全線単線ね。こちらも単線区間に逆戻りね。結局それでこと足りるってことだな。隣にお株を奪われたけど、実はここからもフラワーパークに行けると見たい気富田なのぜ。中心部近くに駐車場を確保して、足利駅から電車でフラワーパーク駅まで往復してもらい、ついでに足利市中心街にお金を落としてもらおうと計画してるようね。ありえん話だが、来場客がみんな鉄道にシフトしたら今の羊毛線じゃさばけんな。本当にありえない話だとは思うわ。線は渡良瀬渓谷線のホームよ。もともとは国鉄足尾線だったんだぜ。時間もあるから外に出て撮影タイム。武骨なやつなのぜ。発車したわね。高崎まではまだまだ長いのぜ。桐生を発車したら列車は進路を南西に変えて渡良瀬川を渡っていくわ。渡良瀬川は利根川の支流だな。センターね。何もいねえな。
こちらをオーバークロスしているのは東武桐生線で、大ままにないのに昔は大ままだった岩宿駅ね。国定忠治で有名な国定か。実際の姿はお芝居とは違ったんでしょうね。およ、ここでまた高架に入るのか。次の伊勢崎駅は高架駅だからね。3両編成に改造した800系か850系ね。車番もミレンシパンタの位置も確認できん。伊勢崎には10分停車していたわ。単線の常なのぜ。両毛線は伊勢崎までは南西に向かっていたけど、ここからは北西に進路を変えるわ。前橋市に入って駒形駅に到着したな。ここから前橋までは伏線区間になるわ。に荒目立ってきたな。まあ一応県庁所在地だし、一応も何もれっきとした県庁所在地だろ。だってこんなに高崎に遊びに行くと思われるお客がいっぱいいるじゃない。前橋は行政の中心だしな。前橋の先で利根川を渡るわね。新前橋だぜ。高崎まではもうすぐよ。新前橋だぞ。あとは上越線を進んでいくだけね。新幹線が乗れたらなぁ。そこまで望むのは贅沢でしょうね。安い料金でこれだけ列車に乗せてくれるんだしなぁ。改札の外には出られないけどね。いろんな電車にたくさん乗れて車窓も楽しめるからいいんだけどね。北関東をジグザグに横断して高崎までやってきたのぜ。大宮を通ってるからお次は高崎線じゃなく八甲線ね。宮原で積むしな。お仲間も淘汰されていくことだし、こちらはまだまだ頑張ってほしいのぜ。今回の動画は以上となります。湘南色の帯をまとった211系もあとどれだけ走るのでしょうか。その時が来た際は走るんですが、やってくるのでしょうか。さて次回ですが、まあ大回りである以上選択肢は一つしかありませんね。奥の方に何かいますしね。さてそろそろこの辺りで失礼いたします。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。まだまだ暑い日が続きますが、お気をつけくださいね。ご視聴ありがとうございました。